どうも、翼です。ですね、岡山県、ブラック警備会社の警備員の天引きがえげつない給料について話します。ただいまね、不要な給与明細書と商用明細書がある方は、Twitter にお送りくださいませ。チャンネル、概要欄に連絡先載せてます。再生数の取れた方にはね、まあ、詳しくはお読みくださいませ。では行きます。もうちょっとしたら出しますか。ちょっとこっちは切れててデータがないんですけどね。はい、総支給額が18万3500円ですね。で、これが排除金額の合計が13万8732円ですね。まあ何かわからないんですけど、めちゃくちゃ天引きされたらしいですね。はい、で、差引支給額が、4万4768円ですね。はい、終わります。